おはようございますフォルテです。シャキン、本日はハノン企画マッスルマッスル、皆様お久しぶりです。ハノンをね、ちょっとねしばらくやってなかったんですけども、また再開したいなと思います。というわけで前回までのおさらい、今までハノンゆっくりやっていって、なんか皆さんね、一緒に僕と声を出しながら弾いたりとかしてましたよね。今回は、19番、20番、21番っていう感じで取り上げていきたいなと思うんですけども、まあ、今回やることの内容としては、改めて超ゆっくり一緒にやっていきたいなと思います。僕の声に合わせて弾いてみたいなと思いましょう。それでは早速、やっていこう。まず、19番のポイント。ドラファソラファミソ。ドラファソラファミソ。レシソラシソファラ。ミドラシドシラド。あ、ドラソシやった。ごめんね。まあそういう感じで、上がって下がって繰り返しみたいな感じで、よいしょって感じでいきますよ。で、その後、下りは？っていう感じでいきます。まあこのテンポで一緒にゆっくりやっていきましょう。とりあえず上に上がるまでで、下に下るまでは分けて弾いていきましょう。とりあえず一番上に上がるまで19番一緒にやっていきましょう。ドラファソラファミソ3、2、1マッスル。ドラファソラファミソ、このまま見続けてください。こっからは下っていきますよ。ソシレドシレミド。喉が枯れそうですけど頑張ります。マッスル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 、おはようございます。ドセーノーさん、はい。ソシレドシレミド、ファラドシラドかな。まだクリアしてない方、気にしなくていいんだよ。ついてこれるだけで君は天才。というわけで、まあ注意ポイントとしては、こういうね、まあこういう時に小指を結構この曲は使うんですけども、こう弾かないでね。もうこのね、チョップは絶対ダメ。ダメな例はみんなよくありがち。こんな感じ。ローリングサンダーみたいなのはダメです。ダメです。ダメです。気をつけてくださいね。それでは、20番、やっていきたいなと思います。これは、ドから始まりませんよ。ミから始まります。じゃあミソドミドシドラ、19番と同じ気をつけ方で半分までとりあえずいきましょう。
せーの、さん、はい。そう、みんな、今ここで気をつけてほしいことがあります。今、入ったのはいいけど、ただ単に弾いてただけになった方、いると思います。なん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 、ダメですよ。こうやってみぞのみ、ここまでもう元気、みぞのみ、みぞのみ、音が上がっていくとエネルギーも必要となってくるので、みぞのみ、ダメだよ。こうやって弾いてた人はダメです。こうやってフレーズ、みぞのみ、感じで僕と同じようなフレーズで弾いてみましょう。せーの、さん、はい。みそのみどしどらばらればれどれしみるみどらどばらばみそれしれそしそばのみどどらそらばしれしみどそみそファソミ、降りていこうか。これ先生もう口出さない僕の音と一緒に弾いてみてください。それでいくよ、せーの、さん、はい。どうでしょう、できました。ここまでできた人、一緒に何人いますか。少しずつ自分のペースでついてきて大丈夫なんです。19番まだ弾いたことないって人、それでいいんだよ。僕の過去の反応シリーズの動画見てみてください。一緒に1番からやってみてください。それを少しずつ少しずつ重ねて、今19番、20番、21番っていう感じで、今20番まで終わりましたよね。では21番やっていきましょうか。本日の最後、わお、わお、両ページー、わお、いきなり両ページー、今まで片手ページなのに両手ページー、嫌だね。だけど一緒にやろう。ドレミレドミファソラソファソラソファミ、とりあえずね、半ページまでやっていきましょうか。先生に聞いてみて。これ意味あるのって、そこの言おうとしたあなた、同じことをグリ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 繰り返し、意味あるのって、意味あるんです。というわけでね、一緒に、まあ、ゆっくりやっていきたいなと思うんですけども、次はドミファソーラソファソーラソファミン、今日はね、この感じでやっていきたいなと思います。せーの、さん、はい。ドレミレドミファソーラソファソー、ドミファミドミファソーラシラソラシラソファミファソファミソラシドシラシドシラソファソラソファラシドー
そらしら、そしどれ、みてどれ、みてどし、わしどし、あどれみ。自分の時で間違えたな。こっからごめん。いくよ。これなんでやるかって言うと、細かく分けると、自分の音を細かい場所だったら、ここまでだったらちゃんと弾けてるかって確認できるんです。だから分けてます。だから、むやみに切るんじゃなくて、そこまでがきちんと弾けたのか、自分できちんと確認しながら弾いてくださいっていう意味で分けてます。ですので、やめ、ダメな例は、こういうのも絶対ダメ。ついていくだけはダメ。自分の音を弾けたか？よし弾けた。よし弾けた。よっしゃ弾けた。みたいな感じで一緒に弾いてみてください。自分の音を確認しながらここから行きましょう。せーの、3。はい。あと今日はこの最後、下りを乗り切ったら終わりだよ。みんな準備はいいか？まあここの前半まできちんと自分の音が聞けた方は次のステージ行きます。もうちょっと聞く範囲を伸ばします。聞けたかな？聞けたかな？やっていきたいなと思いますので一緒にやっていきましょう。せーの、3。はい。しどれどしどれみ、ファミレミファレドシ、マシドシドシドレ、ミレドレミドシダ、ソラシダソラシド、レドシドレシダソ、ファソラソファソラチ、ドシダシドラソファ、ミファソファミファソラ、シダソラテトファミ。レミファミレミファトラトファトラファミレドレミレドレミファソファミファソミレドシドレドシドレミファレドあ、ごめん。ファミレミファレドシラシドシラシドレもうちょっとテンポ上げるよ。ミレドレミドシラソラシラソラシドレドシドレシラソファソラソファソラシドシダシドラソファミファソファミファソファシラソラシソファミレミファミレミファソラドファソファファミレ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 ミよいしょ。はい、というわけでここまでできた人、何回もね僕の動画振り返って頑張ってみてください。今回もやっぱりねキーとなったのは自分の音が確認できるか、僕と同じ弾くだけではなく自分の音を聞いてみてください。そこまでが弾けてなかったら何度もやってみてください。というわけでここまで見てくれてありがとうございました。また次の機会に会いましょう。それではバイバイ。